いつもご視聴ありがとうございます。今シーズンも二刀流として大活躍している大谷翔平選手、15日敵地で行われたボルチモアオリオールズ戦では先発投手として登板し、自身ワーストタイの3発を浴び5失点を喫する悔しい内容ながらも7回を投げ切り今季5勝目を挙げます。打っては特大の決勝スリーランを含む今季初の4安打で5出塁、サイクルヒットまであとツーベースヒット1本というところまで迫りました。最後の打席ではサイクルヒットが達成できなかったことに敵地のファンからもブーイングが起き、エンゼルスファンのみならずアメリカ中のベースボールファンを虜にしていることを印象付けています。もちろん大谷選手に魅了されているのはファンだけではありません。アメリカでは俺はアメリカン大谷だと豪語する自称二刀流のエンゼルスの同僚選手が活躍し、大きな話題となっているようです。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。ある時は外野、ある時は投手、大谷翔平の同僚フィリップス。話題となっているのは28歳の外野手ブレッド・フィリップス選手。高卒でヒューストン・アストロズに入団後、さまざまな球団を練り歩き、今シーズンからロサンゼルス・エンゼルスに所属しています。タンパベイ・レイズ時代の2021年には119試合に出場し13本塁打を放つなど活躍を見せましたが、昨シーズンのメジャー成績は83試合、打率1割4分4厘、5本塁打と低調に終わっています。一見すると特筆すべきところのない平凡な選手に見えますが、彼が注目されている理由はその献身ぶりとユーモラスな人間性にあります。選手としての立場は外野の4番手、レギュラーではありませんが、内外からも評価の得る外野の守備力と高い盗塁成功率に裏付けられた走力を武器に、守備固めや代走などの途中出場で今シーズンここまで20試合に出場するユーティリティープレイヤーです。さらにそのユーティリティぶりは野手としての活躍にとどまりません。レイズ時代には通算4試合に投手として登板、投手の消耗を抑えるために野手が登板することは珍しくありませんが、献身性の高さを象徴するエピソードの一つです。本人曰く投手をやることは好きではないようですが、エンゼルスは僕にメジャー契約をくれた唯一のチーム、自分の役割に感謝して懸命にチームのためにプレーすることが僕の使命なんだとコメントし、フォアザチームの姿勢を貫くことを誓っています。またプレー外でもチームを盛り立てる明るさと球界で一番面白い男と称されるユーモアの高さで人気となっています。レイズに在籍していた昨シーズン、エンゼルス戦でカリフォルニア州アナハイムを訪れた際には数人の日本人メディアに歩み寄り握手を要求、嬉しそうな表情で僕はアメリカン大谷だと豪語したそうです。実はフィリップス選手、かつて日本ハムファイターズの監督を務め2連覇を果たした名将トレイ・ヒルマン氏の義理の息子にあたるのです。大谷選手だけではなく日本に対してもある種の親近感を感じていたのかもしれません。フィリップス選手は大谷選手について、彼がやっていることは信じられない、こっちメジャーに来て投げて打って、それが実際にどれだけ難しいことなのか考えられない、プレイヤーとして尊敬してやまないとコメント。戦術したように投手としての登板はあくまでも限定的で二刀流と呼べるものではありませんが、これも大谷選手へのリスペクトから来る彼なりのユーモアということでしょう。そしてその数日後には実際に0対8と大量リードを許した8回に登板します。1死1塁からマイク・トラウト選手にツーランホームランを浴び失点を喫すると、続いて大谷選手と対戦、カウント1エンド1からの外角球あと少しで本塁打という当たりのフェンス直撃2塁打となりました。試合後大谷選手について、アメリカの翔平と日本の翔平、待望のマッチアップだったと振り返り、彼のことはすごいパワーがあることも聞いていた、だが僕が見たのはフェンス直撃だ、僕の投球が良かったか彼がそれに慣れていないからか、初めて見たからなのか、僕は彼が本塁打を打つ姿しか見ていなかったが僕から本塁打は打てなかったとなると、僕の方がいい翔平になるってことかな、それは周囲の判断に任せるよとコメント。
メディアを笑わせました。また大谷選手が MLB 通算100本塁打に王手をかけていることを知ると、今99本なの？彼が2塁に到達した時、もっとウエイトトレーニングしなきゃダメだよ、と言ったんだ、とジョークを飛ばします。さらに、大谷選手が自身のことを知っていると思うか聞かれると、当然だよ。彼は僕が一番の二刀流選手だって分かってるよ。僕のこときっと聞いてるよ。とコメントし、再び周囲を笑顔にさせました。癌闘病の8歳少女へ、奇跡の特大弾打った MLB 選手が涙。僕にギフトをくれたんだ。そんなフィリップス選手ですが、思いやりのある一面も持ち合わせているようです。試合前には一人グラウンドに出て、長い間ファンにサインを書く姿が。また、子供が社会見学で球場を訪れた際には飛び入り参加し、子供たちを大いに喜ばせたそうです。僕にはやるべきことがたくさんある。自分が野球場に来て野球ができることに感謝し、僕らを応援してくれるファンのためにサインできることにも感謝している。それが僕の考えだ。と本人が語るように、決して順風満帆といえるキャリアを歩んできたわけではないからこそ、最高の舞台で野球ができることの喜びと、それを支えてくれるファンへの感謝を人一倍感じているのではないでしょうか。昨シーズン、フィリップス選手の人柄を象徴するエピソードがありました。4月のオークランドアスレチックス戦、始球式に登場したのは8歳の少女、クロエ・グライムスちゃん。普段はソフトボールをしているというグライムスちゃんですが、彼女は2歳の時に癌と診断されて以来、闘病を続けているそうです。最高の笑顔で飛行機のモノマネをするからという理由で、両手を広げて喜びを表現するフィリップス選手のファンだそうで、始球式の際にはブレスレットを送ったといいます。彼女が観客席で試合を見守る中、3回に奇跡は起きました。フィリップス選手が打席に立つと、右翼席に超特大のソロホームランを放ったのです。これにはグライムスちゃんも大喜び。試合は延長10回、レイズが9対8でサヨナラ勝ちし、フィリップス選手も勝利に貢献する結果となりました。試合後にフィリップス選手はインタビューで、幸運のブレスレットを贈られたことについて、言葉が出ないよ。クロエと初めて会う機会があって、彼女は癌と戦っているけど、僕にこんなギフトをくれた。と涙ぐみながらコメント。さらに自身の名前入りソフトボールとメッセージカードをもらったことにも言及し、勇気をもらえるものをくれた。おそらく自分の人生の中で最も飛んだ打球だったし、打球速度も一番だったと思う。ただただ信じられないよ。とコメント。グライムスちゃんの思いが乗り移ったかのような打球を放ったことに、自らも驚いているようです。こうした試合で活躍を見せることのできるフィリップス選手のプロフェッショナルなパフォーマンスと、思いの強さがうかがい知れるエピソードではないでしょうか。難病の子供たちを勇気づける逸話は、大谷選手にもありました。縁があったのは同じ名前を持つ男の子、川崎翔平ちゃん。難病、拡張型心筋症を患い、大阪府内の病院で人工心臓をつけて闘病していた翔平ちゃんは、両親らが募金活動を行い、アメリカでの心臓移植手術を目指していました。そんな我が子に応援のメッセージを送ってほしいと母親が支援団体を通じて打診したところ、大谷選手は同じ名前という縁で快諾。なんと大阪までお見舞いに来てくれたのです。その後、残念ながら渡米前に体調が悪化し、翔平ちゃんは亡くなってしまいましたが、今でも大谷選手の活躍は家族にとって生きる力になっているそうです。スポーツは困難を持つ多くの子どもたちにとっての希望となるものですし、きっと大谷選手もフィリップス選手も同じ思いを胸にプレーしているのでしょうね。兜儀式の黒子が華麗な HR キャッチ、エグンの自称二刀流を指揮官絶賛、エリートだ。そんなフィリップス選手、今シーズンから移籍したエンゼルスでも存在感を放ち始めているようです。移籍後初スタメンとなった4月13日のワシントンナショナルズ戦では、2フォアボール2盗塁で自慢の俊足を披露。6回の守備では華麗な本塁打キャッチを披露し、チームの勝利に貢献しました。この活躍にネビン監督は、長い間試合に出ていなかったのに、あのような結果を出したのは本当に感心させられる。彼は出塁できる。守備はエリートだ。ムードメーカーとしてもグレートだ。
誰かが本塁打を打てば1番にダグアウトから登場する。性格が素晴らしい、常に陽気な選手だとチームを盛り立てる人間性とともにプレーを絶賛しています。そして5月7日のテキサスレンジャース戦では移籍後初めて投手として登板。フィリップス選手の名前がコールされると大歓声が沸き起こりました。押し出しフォアボールなどでリードを広げられたものの、7球を投げ3分の1イニングを1安打無失点で切り抜けます。今シーズン話題となっているパフォーマンスであるホームラン後の兜をかぶせる役割も担っているフィリップス選手、1号を打った時には膝をついてフィル・ネビン監督に兜をかぶせてもらってありがとうっていうつもりだよとコメントしています。今後も大谷選手とともに彼の活躍から目が離せませんね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。